こんにちは、堀弘です。今回は、初代保留の戦車札、写真見つけました。現物は見つけてません。写真です。やっと、初代のね戦車札を見つけることができました。前回、戦車札の話、しました。で、これが、3代目の、写真です。戦車札、これ3代目で、こちらが2代目の戦車札、2代目って書いてますね。同じ型なんですよね。おそらく前回は初代保留のもこの 型なんじゃないでしょうかと僕言いました。こちらです。ここに神田保留のって書いてるんですよね。全く同じ型です。かなり写真はピンボケしますけど、古い写真なんで、でも、間違いなくここにね神田って書いてるんで、これは初代の、戦車札、同じ型です。で、自分なりにねちょっと再現してみました。ちょっと自分で書いたんですけど、こういった形のね、おそらくこれが、初代の保留の、戦車札だったと思います。多分こちらのね水色の方、黒はちょっと自分でアレンジしたんであれですけど、これだと思います。この型でね、やってたと思います。まあおそらくこの世には、あるのかないのかもう分かりませんけど、もしあるとしたら、堀尾のさん初代の、掘り物を掘った人の親族のタンスの中に眠ってる可能性はありますけど、実際持ってる人はねもういないんじゃないかなと思います。タンスに眠ってる、可能性しかないと思います。ね、こういう貼ってる貼り札として貼ってるのも見たことありませんし、まあ、2代目のもね見たことないぐらいなんで、初代のは、よっぽどじゃないと出てこないんじゃないかなと思ってます。ただ今回、初代の戦車札、見つけました。この保留のマニアにはねたまんない、一品でした。また堀尾のさんの初代、2代目などの、ね、3代目の、情報がありましたらアップしたいと思います。今日はこんな感じで終わります。それではまた。